雪の心境心境は、栃木県日光市場八市町にある大谷川に架かる朱塗りの橋。世界遺産、日光の社寺を構成する文化財の一つ。日本の重要文化財に指定されている。日光の社寺の入り口にあり、日光のシンボルとも、日光の表玄関とも称され、栃木県で最も美しい橋と称える人もいる。心境を境として、東側の商店街を、 東町、西側の日光山内を西町という。神境は日光ふたら山の神社の神域に属し、ふたら山の神社が管理している。現代は一般に神境と読まれるが、日光名所図は三橋と読むと記している。三橋という読みに対しては、お橋の字を当てることもある。橋の先に日光と将軍へ通じる参道がある。かつては将軍、 日光礼兵士と山伏しか渡れなかったが、現在は有料で一般人も渡ることができる。ただし橋を通って対岸は行けず、来た道を引き返さなければならない。父の木と呼ばれる橋桁を両岸の土中、または岩盤中に埋め込み、斜め上向きに跳ね出し、その先端を積成の橋脚で指示するという珍しい工法でできており、 重要文化財指定を受けた橋の中では唯一採用されている広報である。心境を掛け替える際、父の木を取り除く儀式を外、外遷宮新しい橋桁をかける儀式を、聖遷宮と言い,い、社殿を作り替えるのと同様の厳格な神事を取り行う。また橋が竣工すると、最初に、足毛の馬を渡らせる。心境には、橋姫明神を祭り、橋姫明神が、 縁結びの神とされることから、日光二ら山の神社で結婚式を挙げた夫婦は心境で渡り染めを行う。これらのことから心境が単なる橋ではないことが伺える。心境は渡る橋というよりも眺める橋である。大谷川は中禅寺湖から華厳滝を流下し、支流を集めながら日光の社寺の前に流れ出る。日光の社寺の厳かな雰囲気の中、 大谷川の青い急流と朱塗りの心境の対象が独自の景観を形成する。背後の山々が紅葉した秋の心境、雪の積もった冬の心境が美観とされる。年末には3メートルの竹放棄を使って新職や巫女がすす払いを行う。日本三大気境の一つとされることがある。ただし、一般的には金代橋、猿橋、愛本橋の三橋を指し、 愛本橋の代わりに心境を入れることがある。日光を解散した衝動商人は、7歳の頃に、明状天使から受けたお告げを実行するため、天平神後2年に札落山を目指すも、大谷川を渡れず難儀した。この時衝動はゴマを焚いて神仏に加護を求めると、神社大王が現れて、赤と青の2匹の蛇を投げ、その上に山げを敷き詰めて、橋とし、 衝動の都科を助けた。この伝説から、心境は、山菅の蛇橋とも呼ばれる。心境の南には、明星天守を祀る岩列神社。心境の北には、神社大王を祀る神社王道がある。また林王寺は衝動が橋を渡った先に建立し、修行を積んだ四本流寺を起源とするという伝説がある。心境の伝説は、 日光の旅行ガイドブックには必ずと言っていいほど掲載されており、知名度の高いものである。この伝説の元になった話は、札楽山混流修行日記に記載されており、同書は、正道の弟子4人が、正道没後の公認9年に表したという奥付けがあるが、実際には平安時代末期から鎌倉時代にかけての間に成立したとみられる。心境の伝説は、 伝説である以上真実ではないが、何らかの事実を含んでいると見ることができる。伝説の中から何らかの事実を読み解く上で、心境がなぜ現在地に加強されたのか、神社大王、蛇、橋がそれぞれ何を象徴するのかを考える必要がある。藤井薪田は、心境の伝説が、仏教徒と日光の先住民が、神話的な関係になったことを示す、偶意的表現であり、 新たな宗教である仏教が持ち込まれたことに対する仏教徒と日光の先住民の動向を反映したものであるとの説を立て、広く指示された。日光東照宮ネギの高藤春都氏は、富士説を補強し、正道の名に固くされた新米の仏教徒らが、大谷川の水神を祀る集団から日光への入域を認められたことを象徴する表現であったとの説を提示した。 高藤は、藤井説で十分に説明できない橋、蛇の意味、心境の位置について、次のように説明した。橋は、生と属、神と人の世界を結ぶ境界であり、祭祀の場である。また、古事記の誉列別名や、太平記の藤原秀里のとかに関わる物語に、水人として蛇が登場し、橋の上に現れるという共通性から、神社大王と、 ヘビは大谷川の神であり、心境は川の神を祀る祭場であったと考えられる。さらに心境より八から九県上流に遡った場所に鉱座席があり、この石が川の神の身体であったとみなせば、その祭祀場として心境を現在地にかけたのは自然なことである。ただし心境で祭祀が行われていたという文献記録は存在しない。高藤は、 山菅の蛇橋の山菅について、神事の際に草を敷物として使うことから、草の敷物には特別な意味があり、橋の名にしたという説を提示した。大道三年、直を受けた下の国寺、立花の都市等が山崎太夫長兵衛に駆けさせたと伝えられ、以後十六年に一度掛け替えたとされる。原初の橋発る植物などを使った釣り橋のような姿であった可能性がある。 鎌倉時代の八雲五章には下津家の山菅京の記載がある。心境の実在がはっきりと確認できる文献記録は室町時代に現れる。当時は一般庶民だけでなく牛馬も渡っていた。また、両岸から跳ね出す羽根橋であり、右岸の羽根木は自然の穴を利用して差し込んでいたと伝えられる。日光島将軍の造営に伴い、 寛永6年に掛け替えが行われたものの、日光島将軍の大蔵隊に伴い、日光山の入り口にふさわしい橋とすべく、寛永13年にも掛け替えが行われた。この時に現代に残る橋と同じ姿となり、心境と改名した。大工のべ4.5万人、雑役のべ13.6万人を動員し、約6000両を投じた事業であった。 橋桁に用いた七間の欅材十一本は、小百や不乳から切り出し、一本あたり五百両、かかったという。この時に採用された石像の橋脚を切り石で補強する工法は、京の三条大橋などで使われたばかりの当時としては、最先端の土木技術を投入したものであった。同時に、日光社産の徳川将軍と日光主源の山伏だけが渡ることを許される。 神聖な橋となり、通常は橋の両端に乱立てを立てて通行を規制した。このため一般庶民は心境のそばに架けられた仮橋を渡った。仮橋は文字通り仮の橋であったが、高級的な橋となった。心境は江戸時代だけで14回の改築が行われ、仮橋も修繕や掛け替えを行いながら維持された。カールブトケが描いた 新京流出後の新京アト1881年、橋の修理が行われた。1889年5月1日、東京に滞在していたチャールズホームは、汽車で4時間かけて、宇都宮駅に降り立ち、さらに人力車で5時間かけて日光に到着した。翌5月2日に新京を見たホームは、橋の周囲と側の両側の緑の木々のコントラストの、 効果が大変見事に装飾的と日記に感想を知るし、5月4日には橋をスケッチしに再度訪れた。ホームと共に日光を訪れたアーサー・レーゼンビー、リバティは古き日本を物語る興味深い橋と知るし、妻のエマは心境を写真に収めた。1893年9月1日、足尾銅山の素道を東京へ運ぶため、舗装日光停車場間に馬車鉄道が開通し、 刈橋の下流側に橋が架けられた。この橋の名は資料によって異なり、朝日橋、青橋、小賀道山橋と記録されている。1900年発行の日光山陵写真図には、朱塗りの新橋、白木の刈橋、青く塗られた朝日橋の三橋が描かれ、橋の数が少なかった当時は一種の名所として扱われていた可能性がある。1九百二年九月十八日、 足尾台風によって発生した大洪水で流出1904年に架け替えられた。再建費用は37,951円7 5 8 0 8輪であった。橋が流されたことを知ったアーサー・レーゼンビー・リバティは橋を失ったのは国家の不運であろう。と記した。同時に仮橋と朝日橋も流され、仮橋は鉄骨作りに改められて、 日光橋と名も変わり、1905年12月10日に開通式を挙行した。しかし、旭日橋は再建されず、その代わりに日光橋上に馬車鉄道の軌道が付設された。このため、日光橋は足尾道山と栃木県庁が補修費を折半する取り決めであった。1910年に馬車鉄道は廃止され、代わりに日光電車軌道が 日光橋を通るようになった1918年、漆の塗り替えが行われた。1944年、新京は当時の国宝保存法に基づき旧国宝に指定された。同年に新京と日光橋の間に日光電車用の橋が架橋された。木部の腐食が激しかったことから日光二ら山の神社の委任を受けた日光二社一時文化財。 保護委員会が1950年4月1日より解体修理に着手し、1956年に完了した。掃除業費は2340万7000円で、この時、父の木以外の木材はすべて新しいものに交換した。1962年12月、二代目の日光橋が架橋された。1968年、日光電車軌道は廃止された。 夜の新京1973年より南大山頂鎮座1200年祭に向けた放産事業の一環で一般公開が行われるようになった。1990年6月15日に新京周辺の大谷川の名称で栃木の道と川百選の一つに選ばれた。橋であるため文化財でありながら雨ざらしを免れず欄干や橋板の塗装の剥げ落ち、 外観の損傷が著しくなってきたことから、1997年より大改修が始まり、2005年に完了した。この間、1999年12月に世界遺産に登録された。2018年、栃木県のデスティネーションキャンペーンの特別企画として、ライトアップされた夜間に心境を渡ることができる企画が実施された。2019年、 日光二良山の神社が恋人の聖地サテライトに認定され、5月7日に心境で認定式と記念イベントが開かれた。式典には先行委員の桂由美が出席し、桂がデザインしたドレスをまとった元バレーボール選手の福田前が心境を渡った。2020年9月16日には恋人の聖地サテライトの象徴として、両縁の鈴が心境に設置された。 寛永13年以前は、複数の木付を両岸に設けた穴に入れて埋め、補強する羽根橋の形式をとっていた。ただし、右岸の穴は天然のものだったという。装飾は見られず、朱塗りにもせず白木のままであった。橋の建設法は、秘宝とされ、人目につかない深夜に掛け替えを行ったという。日光橋に改名する前の仮橋も、羽根橋の形式で架橋されていた。 寛永13年の作り替え以降は、複数の木付きから、七の木と呼ばれる太い橋桁に変え、切り石を橋脚にし、その上に木造の朱塗りの反り橋を乗せた構造に変わった。橋脚を石造りにしたのは、当時としては先端の土木技術であった。装飾金具や和風の香嵐、両端の袖香嵐を取り付けたのも寛永以後のことである。ただしこの時点では、 塗装を行わない白木のままであり、塗装を行うようになったのは完成4年以降のことである。塗装は橋桁を黒漆、木部を朱漆塗りにしている。土の木方式への変更は、総重量、体積の減少と組み立ての勘弁化などに成功したが、洪水による橋脚流出の危機が増大することとなった。洪水による流出前年に書かれた。 日光名所図によると、心境の長さは13.5尺余り、幅は3.4尺余りで10基の母星があり、橋の金物はすべてメッキの7個彫りであった。2003年発行の栃木の土木遺産では、橋町26.42メートル、福音6.00メートル、高高二に27メートルとある。日光二良山の上社による交渉数値は、 橋長28メートル、幅員7.4メートル、水面からの高さ10.6メートルである。土の木は3本の毛焼きでできており、一方の端部が固定された感知レバーである。より正確には、右岸側の土の木は、全長の3分の1が土中に埋まっているが、左岸側はすぐ先が道路になっているため、コンクリート製の控え橋台の上に、土の木を置く形をとっている。 父の木は、風雨からの保護のため小屋根を架けられ、その上に昇板が敷かれている。この小屋根のおかげで、父の木は改修工事後も交換されずに使われている。現行の橋は1904年の春工で、義母子一基を除きすべて新しい部材を上達して、加強された。父の木用材は、栃木県内だけでなく、茨城県真壁郡まで探し求め、橋脚用石材は、 大谷川やその支流の稲荷川沿岸で調達した。1956年の修理で父の木以外の木材は全て交換されており、明治春光の橋がそのまま残っているわけではない。新橋の周辺は交通量が多く、歩行者も多い。橋の前で国道119号と国道120号が合流する。1986年の紅葉シーズンに行われた。 交通量調査によると、国道は、栃木県内、栃木県外の自動車のどちらにとっても主要な道線となるため特に交通量が多く、奥日光方面から来る自動車は、新京交差点で右折して山道に入るため渋滞が激しくなる。1988年の同時期は、午前中に、宇都宮方面から中禅寺湖方面へ向かう渋滞が、最大 1km ほど午後に、 中禅寺湖方面から宇都宮方面へ向かう渋滞が最大 4.5km 発生した。その後、渋滞対策が打たれ、2019年のゴールデンウィークの新橋から今市方面の渋滞は 2.5km に半減した。しかし同年の紅葉シーズンは、新橋から奥日光方面へ向かう渋滞が最大 3.7km と前年より伸びるなど、 抜本的な渋滞対策はできていない。日光杉並木貴新比新橋へは JR、日光線日光駅及び東部日光線東部、日光駅より、中禅寺温泉域の路線バスに乗車、新京バス停下車、西へ約50メートル。バスに乗らずに、日光駅から歩くと20分ほどかかる。橋の南東側に、下城と刻まれたいし、下城石がある。 この先は馬を降りよ、という目印であり、将軍といえどもこの先は、徒歩で参詣した。橋の北東側には、日光杉並木寄信碑がある。悲鳴の通り、松平正綱とその息子の松平正信が、寛永2年から約20年がかりで、日光杉並家を整備し、寄信したことを記した石踏みで、慶安元年4月17日の命がある。林の陰に隠れ、 ほぼ見る人もいないが、日光杉並木海道府並木新碑の名称で、特別史跡と特別天然記念物の二重指定を受けている。ありがとうございます。